えー、もぎなおです。えー、今から35年前なんですが、えー、もぎみつが、えー、日産のアベニールで事故を起こしてます。それが、あの、私が初めて、あの、私は同情してないんですが、えー、私がお店やってて、えー、そして、それを、あの、迎えに来る帰り道かなあ、行きだ。行きの道で、えー、事故を起こしたと。いうのがあって、 私がお店で、あの、えー、大体1時ぐらいに閉めたあ、11時か、11時までやってて、えー、一応あの、24時間が普通のレンタルビデオなんですけど、一応あの、団地の真下だから、12時前までに閉めてくれと。あの、人がわちゃわちゃいわ言れられても寝られなくなっちゃうからと、あの、上の団地の連中から言われたんで、まあ、あの、11時まで営業してるんですよね。だけど、帰ってこないなと。 あのシャッターは閉めたんだけど帰ってこないなおかしいなと思って当時携帯ってな長いから、えー、ぼーっとして待ってたら、えー、頭ぐるぐる巻きであのシャッターばーかーっとあの、えー、開けてで入ってきたんだけどその時ここか額かなんか怪我しててそして「えどうしたのどうしたの?」ってどうしたの,って,したのってびっくりしてたら。 えー、事故に遭ったんだって言ってタクシーに突っ込まれたんだって言われてそれで「ああそうだったの」って言って、えー、それがね一番最初の私というよりも茂木光宏が交通事故に遭った件ねあったのか起こしたのかその辺分かんないんだけどなんかね右折しようとしてたら、えー、直進車に突っ込まれたとかなんか言ってたけどねうんであの、えー、結局車の方のえー 日外は、えー、と日産が持ったっていうか日産が全部処理してたてその時にね東京会場だったんだよ。で、えー、東京会場が日産の、えーま D、ディーラーというか自賠か任意かどっちか忘れちゃったけど両方かもしれないよ。うん、で、えー、その後からねやたらねその防犯パトロール員とかいろいろ多かったんだよ。うん でもほら、私はお客さんとしていろんな人が入ってきてるんだと思ってるから、あの、気づかなかったんだけど、多分そう、多分そうなんだよ。で、その後ね、いろんな変なふあの不可思議な、隣のいた子文治が急にね、あの、敷地の問題で調停出したり、いろいろあったんだよ。だから、ああ、これ一連な、なんか、創価学会の、 嫌がらせなその保険金詐欺っていうのがずっと起こってたんだなっていうのが今わかる私がその事故起きてなかなか不払いになってるっていうのがあってねで当時茂木光は代理店の,あの日産が日産の東京会場がちゃんと払ったと思うよ払ってんだよ、あのー、口座にちゃんとお金が入ってるみたいだからでも私の場合はあの令和3年まで全然払ってないんだよ誰も誰も払ってない そしてえ次の交通事故があって初めて、えー、弁護士の原田が、えー、加害者の顔本面で、えー、教託を、えー、なぜか郵送でよこしやがったんだよ。よこしてて普通郵便だったから、えー、いつあの帰ったのか入ってきたのかわからない。わからないけど、えー、もぎみつにいやあの原田に言ったら 普通郵便で供託したんだっていうふうに言ったんで、でもそれ,それ,それ以降は原田は、えー、弁護士の原田やしはね、供託は全てです。それから、えー、っと2年以上前に弁護士を解任されてるってそれ一本やり。それは IC レコーダーにとって東京高裁にその証拠として提出して、少額になってると。とそしてかつ、 えー、次の交通事故を起こしてると。えー、弁護士の原田の、えー、グループの IOI 日清童話損保がと。弁護士の原田は、えー、三井の弁護士、まあ、三井グループの弁護士なんだけど、IOI 日清童話損保のトラストグループのトラストビルに入ってたわけ。だから、IOI のグループが次交通事故を起こして、えー、私には分かったのは自転車に保険をかけてたと。そのあの,小学の打撲と念座 横倒しのやつそれが2回目の交通事故で、えー、代理店として自賠者が三井なんだよ。で任意、えー、保険は損保、えー、ジャパンなんだよ。だからそ,れそのお金を供託しただけなの。うん、だから任意が、えー、っと三井で自賠があ任意が損保、えー、ジャパン。で自が、えー 二位がえがえー、うん損保ジャパンジバイがえー、三井住友海上っていうのをえ次の交通事故それをゲートをやって両方設けたんだよ両方ともジバイと二位が一緒って2回とも交通事故を起こしたってことうんそして作業やったんだよで、えー、これで完了ってしやがってんだよあよいは、えー、次の交通事故を起こしてるんだけど、えー、結局打撲と念頭だけだから一、えー 一番その不動産物件をたくさん持ってる相生は、だから高橋っていうのが必ず出てきて、えー、茂木さん、その署名出してるのか出してないのかって言ってきてるのはそのためなんだよ。だからそういう2回も3回も交通事故を起こ,起こして私に対して保険金をあの無断で未承諾で、えー、かけてお金を受け取っていた三井住友会場の犯罪。最初に任意保険は払った後にしか回収できないのに、 別の女で払い続けていた、三井住友会場の担当、青木明の犯罪なんだよ。で、青木明は、えー、私に対して、えー、電話と、それから一回、最初の、えっ、ー、と、病院に来たその青木、青木明っていうのは、六60近いんじゃないかな。髪真っ白のじいさんなんだよ。でも、実際青木明は、えー、担当としてそいつだって言ってたけど、実際は違うんだよ。 若いやつ佐藤っていうやつがいて佐藤が川崎のぞみっていう人間と今井陽子っていう女、まあ、私のいいとこでそれに金を与えて承諾行為をしっとっていた三井住友海上の犯罪です。